当連をメインで学習する方へのアドバイス及び最新洗礼情報。皆さんこんにちは。レック専任講師の根本ですえ。ここでは、この夏からの勉強について、基本的には自分でインプットをする。予備校自体は当連ぐらいしか使わないと。そういう方へのこれから夏からの学習アドバイスをしていこうと思います。で、最後の最後ですが、 商業登記の申請書に思いっきり影響与える洗例が出ましたので、それを一番最後に紹介をしたいと思います。最後までご視聴の方お願いいたします。当連メインにする方、いくつか注意点があります。まずはペース配分です。自分のペースで学習が進められるというのは、いい反面、縛りがないんでずる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 いってしまう。 ひどい方になると、年内が終わったところで、民法不動産ぐらいしか終わってない。会社法ほとんど手をつけてない。そんなことになり、なる。そういう危険もあります。このペースアイブが一番注意点です。次。自分で学習できるから、自分で、まあ、やりたいとこだけやっていく。逆にやりたくないところはやらない。そういう偏りや、 逆に、細かいとこばかり、ばかりやって、メイン論点、基礎論点を落としてしまう。そういう危険もあります。分野の、こちら、偏りが出ないようにしてください。そして、解いてるだけ、読んでるだけ、そうなりがちなんです。自分だけでやっているので、ひたすらタータンに読む。ひたすら解くだけ解いてしまう。ということで、 頭に残りにくいという危険もあります。では、この3つの注意点について、それぞれアドバイスをしていこうと思います。まず1つ目、ペース配分です。やはりこれは、事前の計画作りです。どこまで計画を作っておくか、これに限り、えー、これに尽きます。なんで、この計画作りに特に時間をかけてください。で、 これ、どの辺りまでに終わらせればいいかというのが、なかなか自分で実感つかめない方はね、ぜひ、レックのインプット講座のカリキュラムを参考にしてください。実践力パワーアップ講座、もしくは携帯使用者講座、その辺りのパンフレットを取り寄せて、で、スケジュールを見る。あ、民法はこの辺りまでインプット講座終わってるのね。とじゃあ、自分もここまで終わりにしようと。そういった形で、既存のインプット講座のスケジュールに合わせて、自分もスケジューリングをする。それでもいいと思うんです。 この計画づくりを見すれば、どんどん遅れてきます。そしてもう一つ、計画づくりをした上でやってほしいのがもう一個ありまして、ね。それが、チェックなんです。できれば、一週間ごと。一週間ごとに、今週は決められた計画はこなせたかと。で、こなせたんであれば、計画通りいく。こなせなければ、ちょっとじゃあこれ修正加えていこうという感じで修正を入れていく。 こういう形で、一週間一週間ごとに、計画通り行っているかをチェック、そして修正を加える。これをこまめにやる必要があります。ってことで、計画作りをして、チェックをする。ぜひそれを心がけてください。次、分野に偏りが出る。学習範囲をメモしてください。 これはどんな学習したかを毎日毎日メモしておくんです。テキストを何ページから何ページまで読んでいるでもいいし項目を書いておくおすすめは項目です。こういう項目とこういう項目を学習しているということをメモしていく。はい。でそのメモをした上でまた一週間ないし一ヶ月ごとバッと見てあ全然マイナーやってないぞとか。 主要科目でも親族相続触れてないぞとってことが分かったら学習計画を修正していくもう一つ自分が普段学習するそれとは全く関係なく一日何問か過去問を解いていくんですで,できればその過去問も分野ごと1問ずつ解いていくんです つまり、行為能力の問題であれば、十数問あったとしたらね、一番最近の問題一問だけやる。そういったら、次は、代理の問題、一番直近の問題一問だけやると。で、その後、一直近の問題一問ずつやると。一日30分とか、一時間とか、もう普段の勉強とは全く関係なく、過去問を解く。それによって、強制的に全部の分野をバーッとやることになりますので、偏りというのが少しは防げます。 次。読んでるだけ、解いてるだけにならないようにする。ぜひ、インプットメインの方は、これやってみてください。2ページ読んだごとにね、次のページ行かないの。で、次のページ行かないで、その2ページで、その章で、ね、初めて知ったことをね、思い出すの。あ今までこうこうこう思ったけど、実はこれは違って、こうこうこうなんだ。え、今までこれ書面だと思ったけど、実はこうでもいいんだ。 そんなようにね、2ページごとにアウトプットをしてほしいんです。読んでるだけで頭に入ってるかどうかはわからない。だから、自分の中でアウトプットをするんです。で、逆に、アウトプットメインの方は次のもの。30分ごと、その間で間違えた問題を思い出すんです。この30分の間で間違えた足がいくつかあると。えこれは所有権保存登記でこういう問題だと。 保存登記の的確を見なくちゃいけないんだとかねえこれじゃ書面と口頭ができると思ったけど書面しかあれはできないんだとかね30分ごとに間違えた問題を思い出していくんですそういったこともお勧めいたしますこれがその当練をメインにする方に注意してほしいこととおよびその対策です 私今年新しい講座を担当いたしますパーローネオペースメーカー講座というものです具体的にこのものは何かというと2週間に1回強制的に答錬を受けますで、この答錬は足レベルではちょこちょこ難しいのはありますが全体から見れば一問も間違いちゃいけない答錬ですで、これを2週間に1回強制的に受けることによって論点の漏れ 偏りががななくるるし基本論点の確認ができるまたもう一個のポチその答弁が終わった後に私は解説をいたしますといっても解説ってもその問題の解説というよりはその論点に関する派生横断整理、はい、またはね密室論点を説明していきますそれによってインプットにもなります 等連を受講している方は、こちらの方の講座はかなり格安で受講ができます。ぜひ、ちょっと自分一人じゃ怖いけど、ちょっとインプットがっつりとるのは無理かなという方、検討してみてください。では最後になりますが、洗例の話です。管轄外本店移転について重大な洗例変更がありました。7月6日のものです。 新本店所在地における登記の申請書には、登記すべき事項として、商業登記法53条に記載する事項の記載があれば足り、その他の事項の記載を省略しても差し支えない。具体的に言うと、管轄外本店移転、新所在地の申請書は、登記すべき事項、こちら、現に効力を有するものを全部書きますよね。登記簿をゼロから作るということで、登記事項を全部書いていくということでした。 ですが、これ実際にやらせたらね今の登記簿と食い違ってるとそれとかね現に効力がないものまで書いてあるといった事態が結構あったらしいんです。登記書の方としてみればね法人等番号があれば今の、ね、登記簿って内容わかるんですよ。そこで今までは登記簿を起こす内容を全部入れてたんだけどもうこれからは 年月日本店移転。これだけでいい。年月日本店移転。これだけでいい。としたんです。登記簿の内容は、法人等番号を見て、こっちでもう打ち込むからと。法人等番号を見て、こっちが打ち込むからと。まあ、ある意味、さっさとしてほしかったですよね。あの、受験生の手の健康という点を考えれば、非常にいい宣令変更だと思います。なので、ご自身が持っているインプットテキスト、ぜひこの情報は、 必ず書き換えておいてください。新所在地の方だけ変わってますからね。以上で、えー、10分程度になりますが、ここまでにしたいと思います。以上、当連名員を学習する方へのアドバイス及び最新洗礼情報でした。最後までご視聴ありがとうございました。